こんばんは。日本人の理事長さんでおります。今回は日本初の女流最強戦ということでございますけれども、お礼をたくさん申し上げたいことがあります。まずは、中国から韓国から、台北から、参加いただきましてありがとうございます。それからこの会ができますものをこちらにいらっしゃいます福田会長をはじめする先行グループさん、それから各教さんの方のおかげでございます。ちょうど日本人たくさんの記者やってますが、私はこんなに綺麗なものはあんまり見たことないすごい華やかなものだと思います。今日本は梅が咲いて桃が咲いて桜が咲くと一番いい季節になってまいります。その季節にふさわしいこの女流最強戦になりますので、本当にみんな日本のファンの方も、あるいは世界のファンの方も楽しみにされていると思います。日本の棋士、女流棋士、ベスト4が迎えるということになりまして、またそれからロシアを含めて、中国、韓国、台北からの、お客様ということで、こんなに盛り上がりはないと思っています。明日から全力を尽くして戦っていただきたいと思います。おそらく選手の皆さん優しい顔してますけども、気持ちの中はきっと強い気持ち、怖い気持ちだと思いますが、何としても、優勝を勝ち取って この3日間ですか過ごしていただきたいと思います。また日本とか世界のご飯にいいゲームを見せるようによろしくお願いします。改めて皆さんに感謝を申し上げまして、御礼のご挨拶にします。ありがとうございました。皆さん、こんなにたくさん集まっていただきまして本当にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。先ほど秘書からこれを渡されまして、世界で一番強い女性は誰か今日8人、どこかなって呼ばれますけども、一つ頑張って、ね、世界一強い女性になってほしいと思います。で、なぜこれを戦後がやったかということを少しちょっと話していただきたいんですが、昨年男性の世界ゴーチャンピオンシップやってますよ聞かされました。この前井山さんの大田修一にと出てきましたんですけど、まあ、井山さんと韓国の中国かな、それから AI の子4社でやるっていうのをやりました。でその時に、女流はないのかと言うから、ありません、こんな私がやりますって言って、まあ、実は今回運びにこうなったわけです。で初めはですね、せっかく世界ですから10カ国ぐらい集めてね、ちょっとやったらどうかと日本人になってよく言ったんですけど、なかなかその、まあ、タイであるとかベトナムであるとかね、言ったんですが、気力が全然違うと、あまとプログラム差があるということで、まあ、それだったらもう、中国、韓国、台湾、それからもう一つ、ヨーロッパが強いらしいんで、ヨーロッパの代表を呼んで、4カ国。で、4人。ですから、まあ、日本で、まあ、4人出したらちょうど8人になりますから、で選考会で、ベスト4になった方と、それぞれ各国の人を当てはめればちょうどうまくなるということで、この8人でやろうと、こういうことになります。それから皆さんのテーブルの前に、明け暮れ考えはと書いてて、名刺置いてありますけど、実は私ども大阪の北新地でおでん屋やっておりましてですねで毎回新年会とかいろいろ出るんですけどね、屋台みんなホテルを出すんですけど、おでん屋がないんですね。これでこのホテルの用材も大阪にもあるんですけど、これが新年会とかいろんな高くやったらうちおでん出すから言ってとりあえず試しに行こうとやってましたわざわざ大阪から僕も全部持ってきました。で彼らも大阪から連れてきました。ぜひ食事お楽しみになっていただきたいというふうに思います。それでは8人の検討を言えまして、
ぜひしっかり頑張っていただくことをお願いまして、はい、2回目どうもありがとうございました。ご挨拶を頂戴いたしました。まず中国代表孔子英六段扇子を一つお願いください。那个余志英女士请你撑一个扇子。扇子をお願いします。私はよく国際線に参加する機会が多くて、国際線に参加するのですが、中国や韓国に行くことが多くて、日本で対局するということは今回初めてなので、すごく新鮮な気持ちというか、ホームというちょっと落ち着いた安心な気持ちもあるので、本当に明日からの対局は厳しい戦いになると思いますが、悔いのない自分らしい碁が精一杯打てればいいなと思います。今日はありがとうございました。続きまして欧州代表ナタリア・コバレバお願いいたします。こんにちは。I'm happy to be in Japan again. I really like to be here, and also I'm very excited to play first time in the probably most famous place in the world, Nihonki. So I'm very excited about it, and also I really like the style of playing of Fujisawa, and would be very happy to play with her again. Thank you. この大会に日本に再び参加することができて、来日することができて、とても嬉しく思いますし、世界で最も、対局数においてですね、最も素晴らしい、ところである日本棋院で明日対局することができますことを非常に、感謝、喜んでいるところでございます。で、明日対戦になります藤沢里奈、三段は、私は非常に、これまでも尊敬してましたし、非常に明日対局することを楽しみにしていますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
ナタリア・コバレバ・アマ五段でした。それではまず牛英子二段からお願いいたします。皆様こんばんは、騎手の英子です。今回関係者の皆さんの中にこのような素晴らしい棋戦を作っていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この機会を大切にし、明日頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。大家好，我是李大发，非常荣幸能够参加这次的比赛，也很感谢主办方的邀请。明天我会全力以赴，希望能够下去一场精彩的棋局。谢谢大家。皆さんこんにちは。私は国府カンカンですね。本当に感謝、主催者に感謝いたします。明日頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは、キッシュのシーンでございます。まずこのような素晴らしい機会に参加できるので、本当に主催者の皆様、関係者の皆様に本当に感謝しております。この規制出場決まってから、特に今月に入ってからなんですけれども、ずっと、緊張感を持って毎日過ごしていました。そうですね、ただですね、先ほどすごく美味しいおでんを食べてから気持ちはだいぶ落ち着きました。社長本当にありがとうございます。あとは、明日自分の力を、発揮できるように頑張りたいと思いますし、そうですね、相手は中国のトップ女流棋士なんですけれども、厳しい戦いになると思いますが、楽しみながら、頑張りたいと思います。ありがとうございました。大家好，我是志云。很感谢主办方能够邀请我参加这次比赛，然后非常喜欢日本。希望明天能够发挥出那个好的水平，然后为大家奉献出比较精彩的对局。谢谢。どうも、大変嬉しいです。本当に主催者に感謝いたします。明日ね、いい対局したいと思いますが、よろしくお願いいたします。中国代表、大志英六段でした。それではまず向井千秋九段からお願いいたします。皆様こんばんは、棋士の向井千秋と申します。今回、第1回戦争カップワールドゴールデン代表戦に出場させていただくことができまして、とても光栄に思っております。この大会を開催されるにあたり、ご協力いただきたいと思います。ごめんなさい。天候グループホールディングス株式会社社長様はじめ、各関係者、また皆様、本当に心からお申し上げます。ありがとうございます。明日対戦相手となりましたチェジョンさんとは、実は昨年11月の世界戦で対戦する機会がございまして、はい、その時はチェジョンさんのオーラというか、そういうものをひしひしと感じて、全く何ていうか、ちょっと悔いの残る、負けてしまったんですけれども、自分の中で悔いの残る対局となってしまいました。なので、明日は悔いの残らないように、自分の力を精一杯出し切れるように頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。それでは韓国代表のチェ・ジョン九段、お願いいたします。皆さんはこんばんは。우선이렇게좋은대회에초대받게돼서기쁘고요이렇게강한선수들과대결할수있다는것자체로좀기쁜것같습니다한국대표는제가혼자라서조금부담되긴하지만열심히두고있습니다감사합니다今回このような素晴らしい大会に参加ができてすごく嬉しく思います。また、それについて大変感謝しております。
今回強い相手と対戦することをとても楽しみにしています。明日から頑張りたいと思います。挑戦2018に出場される日本代表4騎士として世界を目指すと8名の皆さん、そうですね、いろいろお気遣いありがとうございます。下の対策は本当に強いです本当に強いです本当に強いです明日から開催されます日本初となりました女流棋士の国際戦選考カップワールド後女流最強戦2018一体優勝を手にされるのは世界一女性に世界一強い女性に輝かれるのは一体どなたなのか。これからの対局とても楽しみです。女性の皆様もお嬉しゅうございますでしょうか。それでは棋士の女流棋士の皆様に毎日の大きな